ロサンゼルスエンジェルスの大谷翔平が現地7月29日、敵地でのトロントブルージェイズ戦に2番、指名打者で先発出場。2打数1安打3四死球と4度の出塁でチャンスメイクに貢献したが、チームは1-6で完敗した。この試合で大谷翔平は、第2打席で2塁打を放ったものの、初回に相手先発のアレク・マノアから四球を受けると、5回の第3打席では1死2塁の場面で申告敬遠、6回の第4打席も2死1三塁からやはり申告敬遠で勝負をさせてもらえなかった。前日の28日にはブルージェイズ三塁手のマット・チャップマンが、初回の第1打席で大谷翔平が先制39号ソロを放った直後に、ベンチで感情をあらわにしてシュナイダー監督に対し、どうして勝負したんだ。エンジェルスで打つのはやっこだけだろう、などと言葉をぶつけたと指摘されていた。そして、翌日の試合では結果的に大谷翔平から手痛い一発を浴びることなく快勝。この展開に米データ分析会社コリフィーベースボールの公式ツイッターは、マット・チャップマンは今日、意図的に大谷翔平を2度歩かせたと投稿し、大谷翔平への申告敬遠はチャップマンの意向が反映されたものだとした。ファンからは、大谷翔平を申告敬遠するかどうかチャップマンが決めることになっててぐさ、素晴らしい。彼が監督だ、それはうまくいきました、他のチームも試してみるべきかもしれない、卑怯者の投手にはうんざりだ、腰抜け、などと様々な反応が見られている。MLB、105年前の記録を 3.5 倍にして塗り替える大谷翔平記録の専門家も手に負えぬ一日。エンゼルスの大谷翔平投手が27日に演じた歴史的なダブルヘッダーは、記録の観点からも大きな意味をもたらした。MLB ネットワークの番組 MLB Now では、MLB 公式サイトで数々の記録を紹介しているサラ・ラングス記者が出演。敵地でのタイガース戦の第1試合で大谷翔平が完封した時点で、いろいろ調べていて至福の状態でした、と語った。9回計111球を投げ、8奪三振1安打無失点の快投。それだけにとどまらず、45分後に始まった第2試合では37号ツーラン。38号ソロと2打席連発の躍動だった。ラングス記者は、彼は野球史上初めてダブルヘッダーの片方で完封試合をやってのけ、もう片方の試合で本塁打を放った選手になったのです。このケースで2本どころか、1本打った選手さえこれまでいなかった、と強調する。1日で完封と本塁打を記録した5人目の選手になったというが、この5人のうち、彼、大谷翔平以外は1試合でやってのけた。翔平大谷は片方の試合で完封、そしてもう片方の試合で HR を打つという、誰もやっていないことを成し遂げたんです。とにかくすごいことです、とも、史上初の選手となった希少さを繰り返し説いた。シーズンで完封をした投手の最多本塁打記録は、1918年にベーブ・ルースが記録した11本。大谷翔平はここまで39本塁打で、実に 3.5 倍。ラングス記者は、至福の理由として、これまでの誰よりも打っているからです。とてつもないことです、と改めて目を見張った。なんて恐ろしい瞬間、大谷翔平も思わず反応。ボード、顔面子宮で流血、病院直行のアクシデントに海外メディアも悲鳴。現地時間7月29日、ロサンゼルスエンジェルスのテイラー・ウォードは敵地で行われたトロントブルージェイズ戦に、4番、左翼、で先発出場。5回に顔面子宮を受け、病院へ直行するアクシデントがあった。0対0で迎えた5回1死満塁の場面だ。相手先発右腕アレック・マノーアがカウント2-0から投じた3球目、91.7 マイル、約 147.6 キロのシンカーがすっぽ抜け、ウォードの顔面に直撃。背番号3はその場で倒れ込み、しばらく動けなくなってしまう。意識はあったものの、顔面から出血しており、カートに乗せられて途中交代した。その様子をカナダメディア、スポーツネットワークの公式ツイッターが、アレック・マノーアの速球が高めに浮き、ウォードの顔面を直撃。なんて恐ろしい瞬間、と動画で伝えている。チームメイトの大谷翔平も塁上で頭を抱え、心配そうな表情で見つめていた。なお、エンジェルスは、投打が噛み合わず1対6で敗戦。マイク・トラウトやアンソニー・レンドーン、ジオ・アーシェラら主力の故障が続く中、ポストシーズン進出のためにウォードの離脱は何としても避けたいものだ。
大谷翔平トレード消滅でやる気満々も体悲鳴、熱望してきた、ヒリヒリする9月への不安。大谷翔平が日本時間29日のブルージェイズ戦に2番 DH で出場。第1打席でア・リーグ最多162奪三振をマークしている右腕ガウスマンの初球を捉え、右翼席に叩き込む先制の39号ソロ。前日から3打席連続本塁打で、脇腹痙攣による途中交代のフィジカル不安をいきなり払拭してみせたが、3点を追う9回1死満塁の第5打席で代打を送られ、2試合続けて途中交代。複数の米メディアが、理由は両ふくらはぎの痙攣と報じた。同28日には、タイガースとのダブルヘッダー第1試合に登板し、1安打完封で9勝目、5敗を挙げると、続く第2試合では2打席連発の37、38号本塁打。投打にわたって圧巻のパフォーマンスを披露。大リーグ公式サイトによれば、被安打1以下で完封、完投した投手が、同日に2本塁打を放ったのは1971年6月のリック・ワイズ、フィリーズ以来、2人目。ダブルヘッダーの1試合ずつで記録したのは史上初の快挙だという。チームは8月1日18時、日本時間2日7時のトレードデッドラインを前に、今夏の移籍市場の目玉である大谷翔平を放出しないと発表。27日にはホワイトソックスからジオリとロペスの両右腕をトレードで獲得した。地元メディアなどによれば、シーズン中の補強を繰り返したため、すでに贅沢税の課徴対象となる年俸総額、今期は2億3300万ドルイコール約327億円を突破。これまではモレノオーナーの方針で人件費を抑制してきたが、今期はレギュラーシーズンを勝ち抜くため、資金をつぎ込んでトレード期限ギリギリまで補強を続けるという。大谷翔平はチームの姿勢について、こうやって買い手側に回ることによって、戦力的にも強化されるし、やる気というか刺激というか、そういったものも変わってくる。まずはプレーオフを、またその先を目指したい、と、新たに高い目標を掲げた。メジャー6年目で初めてポストシーズン、PS、進出が見えてきただけに俄然、やる気になるのは当然。仮にシーズン終盤まで地区優勝や PS 進出争いがもつれれば、大谷翔平はこれまで以上に自らの体に鞭打って振る稼働するつもりでいる。実際、大谷翔平は首脳陣から体調管理などを一任され、出場の可否は本人の判断に委ねられている。熱望してきた、ヒリヒリする9月を過ごせるとなれば、多少の無理を押してでも出場を強行するのは必至。一つも負けられない状況になれば、レギュラーシーズンでも通常の中5日から中4日での登板に加え、救援まで勝手だそうだ。大谷翔平は PS でのプレーと引き換えに、フィジカルに重大なダメージを負うかもしれない。